左ひでチャンネル。こんにちは。高島秀武です。いやあ、さっきご飯を食べまして、えー、前だったらね。もう必ず一服。タバコ、えー、もう噛むほど好きだった。酒とタバコはね。噛むほど好きだ。だ 買って吸うほど好きじゃないと、まあ、いろんな人も、もらいたばこ専門とか、いや、なぜ今日この話から入るかというとです、ねいや、この間もう絶対100%禁煙できるというね、そういう方法を私は編み出した。大目を切りましたらね、早く教えろ、早く教えろ、えー、たくさんメールも頂戴いたしまして、嬉しい限りなんですけども、あのなかなかですね、そうなんですよ、簡単には教えられない。 これがあの大道芸でしたらね教えますからねはいはい,はいこの線からねはいもっともっとも前また入って入って入ってはいはいはい心付けいいよ100円でも500円でもいいからこのカ籠の中に入れてはいその人たちにはですねその史実を書いたね絶対禁煙できるというねこれを差し上げようなんつって売れるネタですからねそれほどでもないかそれほどでもないんですけどねあのこの間 昔のののブレンダーの方がタバコを、ね、毎日毎日吸ってです、ね、それはまあ大変な仕事をしていたという話は、ね、ちょっとしましたけれども大昔にです、ね、あのとっても、ねえー、こうバタくさいというか昔そういう表現したんですけどもいわゆるパッと見ただけでああの人外国人の血が混じってるんじゃないみたいな、まあ、アメリカ人の血とかヨロッ 馬人の血とかわ、まあ、それは分かりませんけどもちょっとこう異国情緒満点の女性がいて大体背がスラーっと高くてですね指なんかもこう長くてねそれでこうタバコのです、ね、いわゆる、まあ、あのパイプパイプです細,細長いやつねあの先にこうタバをつけましてで火をつけてこう足なんか組んでですねで、うん こういう CM があったんですよ。それで出たのはですね、そうなんです。私作りました。嘘だった。タバコは動くアクセサリー。嘘だった。タバコは動くアクセサリー。そうなんです。そういうポスターがありましてね。で、えー、非常に色気のある、それから魅力的な女性が、えー、足を組んで、こう。 パイプを食い出すという、そこの横にタバコは動くアクセサリー、つまり女性の喫煙者を、ね、増やそうという、まあ、そういう作戦だったわけですよね。だけど今考えると、嘘ですね。タバコは動くアクセサリー、えー、その日になってやった方、もういい年になっていると思いますけども、タバコやめましたか あ、もうおばあちゃんになってる。あ、そうっすか。まあいいや。<laughs> ねえ。もうおいさきも短いことですから、えタバコぐらい。でも、家事は出さないようにしてくださいよ。家事は出さないようにね。それで私ね、タバコというとね、忘れられないことがあるんですよ。それは、よく、小学校とか中学校とか、ね。あの、まあ、100人とか、150人とか、まあ、小さい規模のですね、学校の まあ、いわゆる PTA から呼ばれましてね。毎朝、ラジオ聞いてるから、ね。もう要望も多かったんでね。高島さん、うちの PTA に来てね。ちょっとね、喋ってくれって言うんで。まあ、かっこよく言えば、講演会、ねえー。普通に言えばね、えー、もう喋り散らす漫談会みたいな。えー、自由な、ね、会話する。まあ、そんなあれで行ったことがあるんですけども。ある日行ったらですね。ね。大体は、あの校長先生といる校長室の その応接セットのところに案内されたりなんかして待つんですけども、その時は校長先生にですね、あの、お客さんが来てまして、まあ、今日は保健室の方でね、空気もきれいですから、保健室の方でね、ちょっとお待ちくださいなんていう学校があったんですよ。で、保健室入って、こうやって待った。そしたら、周りのこう壁にですね、なんか貼ったんですよ、いっぱいね。作文らしきものが。そしたらね、タイトルがね、お父さんに、 タバコをやめてもらおうっていう、そういう題なんですよ。だから子供がいっぱいですね、それを書いてるんですよね。お父さんに、うちのお父さんはこういう感じでいつもタバコ吸ってますとかで、お母さんがいつも嫌な顔してますとか、だからホタル族だとかね、えそれからタバコ吸う時は外に行って、ね、うちのお父さんは関係ない、車の中でもどこでも吸いますとか、ね、えそういうわけ。それでね、読んでたんですよ、こうやって。そしたらね、結構ね、真に迫ったね、 そういう作文もありまして、あこんなに子供たちがパパに禁煙してほしいんだ、熱望してるんだと思ったらね、なんかね、急に悪くなりましてね、申し訳ないなと思って、私もね、やっぱり禁煙性にはいかんのじゃないかと思い始めたわけですよ。ところがその時はね、まだタバコ吸ってたんです、私ね。我慢できないじゃないですか。ね。1時間ぐらい前に行ってるんですから。で 行動で喋り始めるまで1時間もある、ね。お茶だけ飲んでね、時間潰してるわけにもいかない。係の先生が来てくださった。あ、よかった。男の先生なんですよ。ね、それでね、あの先生ね、こんなこと言うのはね、もう本当に恥ずかしいんだけども、私はあの、タバコを吸っておりまして、ね、この作文に囲まれてですね、ここにいてもね、あの、タバコを吸いたくなるんです。どっかで吸えませんかって言ったら。 タバコ吸うんですかもうにっこり先生が割りまして、笑いましてね、いや、実はね、高島さん、私もタバコ吸うんですよ。いいとこありません。ご案内しましょう。ってんで、校舎の裏手に回りましてね、ちょっとこう、人目につきそうもないコーナーがあって、そこにバケツが用意されてて、水が張ってあるぞ。何本かタバコの吸い殻が捨ててありまして、ここだったら大丈夫ですからと、あっ、だ。嬉しいな、つね。 行行動にににく前に5分ぐらいは吸い吸ましたね1時間の間のタバコだけど先生とこう話が合いましてねでねタバコ飲みも不思議なものでねあのそこの場所に行かないとタバコ吸えないもんですからその場所だけでタバコ吸いながら情報交換っていうのはよくあるんですよあの話知ってるだって,ってタバコ吸うもん同士だから情報交換をするというねそういうね長所というかメリットもあるんですよねあるんです。ええ デメリットもあります。デメリット。最大のデメリットはですね、こちらです。長野県松本市のですね、ええー、この方はね、雀荘なんていうね、ネームの方なんですが。禁煙し、10キロ太り、あの世行き。禁煙し、10キロ太り、あの世行き。 これはよくね、禁煙しようかなって言うとですね、お前ね、太るよ。帰って心臓に負担がかかってね、命縮めるからね、下手な禁煙はやめた方がいい。ね。もうタバコ吸うやつはですね、仲間一人でも減らしたくないからね。今だけどもう男性でタバコ吸う人3割を切りましたけども。でもね、まだね、タバコ吸うやつをね、引き止めるっていう、そういうのがあるんですよね。昔思い出す、猪瀬直樹さん。ね。あの、東京都知事やってた猪木さん。 猪瀬さん東京都知事の瀬、ね、瀬直樹さん猪瀬さんんが小泉内閣の時にですねあの首都高速道路公団とかいろいろ道路のやつもやってたじゃないですかで毎週1回私の番組に出てくださっててあの頃はまだね緩くてスタジオの中でね私もタバコ吸ってましたか2人でプカプカやりながらねタバコ吸って。 もう金魚鉢の向こうのね、ガラス越しの向こうのね、ディレクターはね、いつ警報が鳴るんじゃないかと思ってね、ハラハラしてたという、そんな時代もあったんですね。わかりました。で、今日は最後に、これだったら100%禁煙できるという、高島式禁煙法。エアギターっていうの知ってますよねいわゆるギターの本物はないんだけれども、ね、 古いね、私。私の時代はですね、みんなギター弾くって言うと、これだったんですよ。あ禁断、あの禁じられた、そういう。たン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 たん。ね。だけど、ギターは、あの、弾く振りをしながら、まあ、口ギターというかやってて、それと同じなんですよ。絶対禁煙できるのはですね、エアスモーキングです。タバコ吸いたいなと思ったらね、イメージを集中して、俺は今、 本物のタバコを加えたと、それで全部エアでいいんですよ。ライターで火をつけた。煙を吸い込んだ。そうするとね、小胸の奥の奥までね、あのニコチンがね、ずっと入っていく感覚ってね、あるんですよね。 絶対これで1日200本吸っても平気ですからこれやってください、まあ、一種のねスモーキングオナニーみたいなもんですけどね効 <laughs> くんですよこれが嘘だと思ったら試してくださいはい禁煙のお話ひでチャンネルこちらの方に川柳を寄せてくださいチャンネル登録よろしくお願いしますちょっと最近動きが鈍いという噂もありましてお願いしますよチャンネル登録 約家康、ね、も大きんためしてください。